ピアニスト大のうますぎ僕天才プティ。この番組は聞いていただいている方々のご好意によって放送させていただいています。ハロー、グッドモアゲン。おはようございます。ピアニストのダイです。今日は6月9日水曜日、朝7時を迎えました。去年の5月から始めたこの放送も、今日で54回目の放送となりました。毎週水曜日のこの朝7時に、ラジオとして投稿していきます。平日のこの時間帯は皆さん、学校に向かっているところだったり、通勤中だったり、お家のことでお忙しくされていたり、もしかしたらまだ寝ている方もいらっしゃるかもしれませんが、そんな中、もしくはちょっとした時間に聞いていただけたらとても嬉しいです。6月の BGM は紅の豚よりマルコとジーナのテーマでお送りします。この季節にぴったりな一曲かなと思います。さて、2年目を迎えたプティラジですが、今月から2週に1度の放送に切り替えさせていただきました。毎週楽しみにしてくださっている方々のことを思うと、なかなか踏み切れなかったのですが、プティラジは制作に今のところどうしても2日はかかってしまい、このまま続くと練習や仕事にも少なからず影響が出てきてしまうので、苦渋の決断でしたが、今回このようにしました。月に2回の放送にはなりますが、どうぞこれからも聞いていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。札幌ももうすっかり夏になりました。湿度はとても低くカラッとしていて、一日中外にいても体力は消耗されることがなく、逆に気持ちよすぎて元気が湧いてくるような、一年で最も僕が好きな季節です。ただコロナの影響でキャンプ場は軒並み閉鎖、湖での湖畔キャンプは今月いっぱいはお預けとなりそうです。順調にキャンプグッズが増えているので、早く行きたいなと思っています。それでは今週の一曲をお届けします。これまで配信でも何回か弾いたことがあります。木漏れ日のような優しい一曲、お聴きください。エルトン・ジョンで Your Song。Thank you.
いかがだったでしょうか。僕は歌詞がたとえ日本語であってもあまりこうスラスラっと聞き取れない方なんですが、今回改めて歌詞を見てみると歌詞から温かさが伝わってくるような素晴らしい曲だなと思いました。ちょっとだけね、機材変えたんで、もしかしたらちょっと音質変わったなって思う方もねいらっしゃったかもしれないです。はい、それでは今日も名言を一つご紹介します。他人の称賛や非難など一切気にしない、自分自身の感性に従うのみだ。ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト。何事においても人が多数いるところに何かを投げ込めばいいことを言ってくれる人もいれば悪いことを言ってくる人もいる。すべては占いみたいなもので、いいものだけ受け入れていけばいいと僕は思います。人の意見を取り入れるということも決して無駄ではないけれど、人の言うことを受け入れていけば必ずいいものができるかというと決してそんなことはありません。人には笑顔を向け、自分自身のやることには自分自身の感性と情熱で打ち込んでいけばいい。なんかこれもちょっと名言っぽいな。なんて、はい。ヨーロッパにいると朝のさよならの後には決まって良い一日になりますようにと付け加えます。今日もドイツ語で僕も言ってみたいと思います。皆さんの今日という一日が素敵な日になりますように。 Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag。チュースパパ。それではいってらっしゃい。2年目もどうぞよろしくお願いします。じゃあね。